で2100です。前回に引き続き中古プラレールを開封します。今回開封するのはね、長年つっても3年ぐらい欲しかった、前から欲しかった商品です。はい、こちら。何だったっけ。E501 だ。わあ、危うく忘れるとこだった。E501 系です。こちらも米子のホビーオフで、864円。これね、すごい欲しかったです。この209系の顔の車両が持ってなかったんで。